どうも、こんにちは。風水アドバイザーと心理カウンセラーの資格を持つ、グリーンスマイルの立花です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は寝ているだけで消耗した運気が回復したり、寝ているだけで足らない運気がアップしたり、寝ているだけで夢が叶う。そんな寝室の風水と観葉植物のお話をさせていただきます。ということで、今日の動画のタイトルは、夢を叶える寝室の風水と観葉植物です。動画の最後に、風水観葉植物の教科書という e-book のプレゼントのお知らせがあるので、ぜひ最後までご覧ください。寝室というのは、風水では、普段の生活で消耗してしまった運気を回復させたり、あなたが足らない運気とか、あなたが欲しい運気を補充する場所で、開運したり、夢を叶えるための重要な場所です。それも寝ているだけなので、とても魅力的な開運法ですよね。楽して運気アップしたいという私のようなズボラな性格にはぴったりな風水です。風水では良い睡眠をとれる人が運の良い人とか、寝室の環境次第で夢が叶うと言われるくらい睡眠は大切です。というのも、人は眠っているときは水の気になると言われています。水の気というのは悪い気を洗い流して浄化する作用があるのと同時に、周囲にあるいろいろな気をたくさん吸収します。つまり睡眠中は悪い気を浄化しながら新しい気を取り込んでいるということです。ただし、新たに取り込むのは良い気だけではなく、当然悪い気も吸収してしまいます。なので、寝室の環境が良いとどんどん良い運気を蓄えることができますが、逆に寝室が不潔だったりごちゃごちゃと散らかっていると、たくさんの悪い運気を蓄えることになってしまいます。では、どんな寝室が良いかというと、そんなに難しいことはなくて、大きく3つのステップだけです。まず1つ目は、風水の基本の基本、掃除です。清潔で整理整頓された寝室にすること。そして2つ目はリラックス空間にすること。そして3つ目は、水の気と相性良いアイテムを取り入れることです。1つずつもう少し詳しくお話しすると、1つ目の掃除というのは、そのままズバリ清潔で整理整頓された寝室です。まずは布団、枕、パジャマなどのように、寝るときに直接肌に触れるものを清潔にすることです。次に、寝室の床や枕元の掃除です。床や枕元がごちゃごちゃと散らかってたり、埃が溜まってたりすると、寝ている間に悪い運気をどんどん溜め込んでしまう恐れがあります。加えて、朝一番の換気も大切です。朝起きてすぐの寝室の空気の入れ替えは、寝ている間に浄化した悪い気を寝室から出す効果があります。毎日隅々までこだわって掃除できれば、それが理想ですが、なかなか難しいと思うので、そこまではしなくても良いので、まずは寝具、パジャマ、枕元、寝室の床を清潔に保つようにしてください。それができた上で、2つ目の寝室をリラックスできる空間にするを実践します。具体的に何をするかというと、まずはゆったりとしたスペースの確保です。狭い場所で手足を縮めて窮屈に眠るより、理想で言うと手足が伸ばせるくらい余裕のあるスペースで眠る方が、より多くの運気やパワーを蓄えることができます。あとはパジャマ。パジャマは何よりも着心地を最優先してください。質感、サイズ感など、できるだけリラックスするものを身につけるのが開運には効果的です。中にはパジャマではなく、ジャージとか T シャツとかスウェットで寝る人も多いと思います。それらが着心地良いならそれでも構いませんが、本当は風水で言うと、寝るときは寝るための着衣としての役割を持っているパジャマを着るのが、運気アップや運気の回復には効果があります。あとは、仕事に関する資料とかスマホを持ち込まないことも、寝室をリラックス空間にするためには重要です。他にもアロマが好きな方なら、眠る前にお好みの香りに癒されるのもとても良いです。そんな風に、寝室をリラックスできる空間にしてみてください。一つ目の寝室を清潔にすることを、
二つ目の寝室をリラックス空間にすること。この二つだけでも良いのですが、さらに多くの運気を取り込むなら、三つ目の水の木と相性良いアイテムを取り入れてください。先ほど少しお話ししたように、人は眠っているときは水の木になっています。なので水の木を生かすアイテムを寝室に取り入れます。風水で水の木と最も相性が良いのが木の木です。水と木はお互いを高め合う相乗という関係です。それで木の木の代表的なアイテムというと観葉植物や花です。寝室の観葉植物や花はあなたが寝ている間にあなたの欲しい運気や足らない運気、またあなたの夢を育てるパワーを持っています。ただし寝室を清潔にしてリラックス空間にした上での植物なので、まずは清潔にするとリラックス空間にするから始めることが重要です。それで寝室におすすめの観葉植物なんですが、基本何でもよくて好きな植物を飾ってもらって大丈夫ですが、あえておすすめすると仕事運をアップしたりとか、仕事で夢を叶えたいならサンスベリアとかゴムの木、金運をアップしたりとか、お金に関する夢を叶えたいなら、パキラとかガジュマル。人間関係とか、恋愛、結婚なら、モンステラとかアンスリウム。健康なら、オーガスタとかポトス。まあ一例ですが、そのあたりがおすすめです。ただし、観葉植物は元気であってこそなので、まずは観葉植物が元気に育つことを最優先にして選んでください。今日は以上ですが、最後に今回ご紹介した内容をさらっとおさらいしておきましょう。風水で寝室というのは、消耗してしまった運気を回復させたり、足らない運気や欲しい運気を補充する場所です。寝ているだけで運気を上げて夢を叶える手助けをしてくれる場所です。ただし寝室の環境が悪いと、逆効果で悪い運気を溜め込んでしまう恐れがあります。それでその対処法を3つご紹介させていただきました。1つ目が寝室の掃除、2つ目が寝室をリラックス空間にすること、3つ目が水の木と相性が良い観葉植物やお花を寝室に飾るです。ぜひ以上をご参考に試してみてください。最後にプレゼントのお知らせです。ただいま風水観葉植物の教科書という e-book を無料プレゼントさせてもらっています。ご興味ありましたら概要欄をご覧ください。そちらでご案内しています。今日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。私は普段グリーンスマイルという観葉植物の通販ショップを運営したり、風水アドバイザーや心理カウンセラーとして雑誌やネットで情報発信したり、オンライン相談をお受けしたり、そのような活動をしています。その経験を生かしてこの YouTube チャンネルでは風水植物心理学開運に関することなんかを発信しています。もしこんなテーマで話してほしいのリクエストがあれば、コメント欄にご要望をお書きください。あと、高評価ボタンとチャンネル登録が何よりの励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。